安田さん本当に好きだったら本当に欲しかったら私は行動すると思うんですよね、まあ、逆に行動するってことはそれが簡単であるか難しいかろうが本当に手に入れたいと思うから行動したんだと思うんですよお腹が空いてしょうがない時って物を食べると思うし喉が渇いてしょうがない時ってあの水飲むと思うんですよでドライブしていてねあ喉渇いたなと思っても 山奥にある自動販売機でそれがね150円でも200円でも飲むんじゃないかなと思うんですよね悔しいなと思いながらまあでもこういった街中にいて近くにドラッグストアとかねそれから格安のスーパーがあるところではうんやっぱりそんな高いものをわざわざ飲まないと思うんですよでもやっぱり欲しいものは買うし欲しいものは飲むんじゃないかなと思います喉が渇いて喉が渇いてしょうがない時にじゃあ水が高いからって飲まないかっつったら飲むんですよねやっぱりね こんんな例えがあったんですよ。ペットボトル1本がここにありますとこれを1万円で売ってくださいっていうようなねそんな設問があったんですよそれについて答えとしてはいろいろあるんですけどもそのうちの一つがね分かりましたこのペットボトルの水をあなたに1万円で売りますじゃあこれから3日間ぐらい2人でこうしてずーっとこうしていましょうよと全く動かないで飲まず食わずいてくださいね多分2日目の朝にはこの水売ってくれってあなた言いますよ で、一万円売る方法ですよね、ペットボトルの水は。だからこういうふうに、人っていうのは必要なものって買うんですよ。じゃあね、今回のタイトルは、核というテーマなんですけども、核といえば核シェルターなんですよ。核シェルターが欲しくて欲しくてしょうがない人って、どのぐらいいると思いますここに一つデータがあります。核シェルターを専門で作っている日本の会社の資料です。核シェルターの普及率。スイス100%。 イスラエル100%ノルウェー98%アメリカ82%ロシア79%イギリス63%シンガポール57%このぐらい核シェルターって普及してるんですよ100人中100人が持っているよっていう国スイスイスラエルそして100人中98人ぐらいが持ってる国ノルウェー すすごいですよね家を建てる時にすでに核シェルターを装備してるんですよ。翻って日本はほぼだそうですだからそれほどまでに危機感を感じて生命を守りたいと思ってる人が国によってどのぐらいいるかってことがこれによってわかるんですよね。じゃあ日本では空に困ってるかって言ったら基本的に空には困ってないですよね。でもロシア で、どうなんだろう。アメリカってどうなんだろう。ノルどうなんだろう。今お示しした国ってのは基本的に。空に困るような生活水準のところではないんですよ。で、通常皆さんお仕事もしてますし。車も乗るでしょうしね。家族も抱えてらっしゃるでしょう。そういう国ばかりです。その中で、日本人だけが。核シェルターは必要ないよって言ってるんですよ。うん、だからね、本当に必要だったら核シェルターだろうがどうだろうか。を買うんですよね。 もうみんな国民全員で買ってるみたいな国もあるでしょでも日本はその危機感は薄いとじゃあ一体何にお金を使ってるのかどんな稼ぎ方をするのか、まあ、それは自分が本当に欲しいと思ってるものに関わってくるんじゃないかなと思うんですよまさに考え方の核なんですよね考え方の核コアな部分が欲しがりません何もいりませんどうせ俺には無理と思えばどうせ何も手に入らなくなりますでも あれも欲しいこれも欲しいと思う確固たる思いがこの心の核にあればそれは手に入り実際こういうふうにスイスやイスラエルみたいにほとんど100%の人が核シェルター持ってますよみたいなね私たちから見ると無なな話になると思うんですよでも実際今ウクライナでも地下の防空壕に潜んでいたりとかね地下のシェルターでやり過ごしたりとか中にはね地下鉄に住んでいたりとかしますよね。地地下下鉄鉄って日本の地下鉄みたいに すごく浅いところにあるわけではなくて核シェルターも込みで作られてるんですよね地下鉄そのものがだから避難施設になってるんですよでそのぐらい人が考えること国民レベルで考えることには開きがあるなと思いますねだから国がどう考えているかみんながどう考えているかじゃなくって今問われているのは自分がどうしていくのかどうしたいのかっていうことでしょうね自分が人生の核として捉えてるのは一体何なのかな で全てにお金がかかるんでじゃあお金はとりあえず稼いでおこうかなっていう話になるんではなかろうかと思うんですよね、まあ、ちなみに日本でもこの核シェルター販売されてますけどもそんなに高い金額じゃないんですようん、まあ、家族4人がね潜んで過ごす6畳ぐらいの小さなところ、うん、もちろんトイレもついてますしシャワールームもあると換気設備もあって水も蓄えてあるっていう環境なんですけどもこれで大体2い0 3 0 0万らしいんですよもちろん掘る費用とかね それから現地調査の費用は別なんですけどねだから1,000万ぐらい余計にあれば十分な広さの核シェルターが装備できるってことなんですよね。もう私もこれ考えていこうかなとですね地下でたまにはシェルター住まいをするみたいなことも家族でやっても面白いかもしれませんね。うん、はいい以上ででござまます格でお届けしました